序盤にメッセは、イタリア王国の軍人及び政治家。第二次世界大戦中のイタリア陸軍将官は、批判されることが多いが、彼は優秀な指揮官と評価されることが多い。アップリア州のことブリンディシ近郊に生まれ、18歳の時に軍に志願、一兵士として、軍歴をスタートした。イタリアトルコ戦争でのリビア制圧に功を上げるなど、順調に戦歴を重ね、 第一次世界大戦では、カポレットで目の当たりにしたドイツ軍の戦術を手本に、アルディー・ティフェイの創設と訓練に従事した。アルディー・ティフェイは単独で、攻勢に出た、オーストリア・ハンガリー帝国軍をモンテグラッパの戦闘で打ち破り、最終的に、オーストリア軍に攻撃を挫折させる決め手となった。自身も、前線で部隊を率いて、勇敢に戦い、関東省を4回。 先行十字章を一回受訓して大佐に昇進。国王ビットオリオエマヌエール三世時期時期に副官に任命され、また、サボイア軍無勲章を受けて、騎士の称号を得た。1935年9月、巡将に昇進していた時期、ロドルフォ・グラツヤーニラと共に、第二次エチオピア戦争に参加、機械化旅団を率いて、エチオピア軍を破った。 遠方での戦いを卒なくこなしたことで、ほどなく、少々に任命され、工業力に乏しいイタリア陸軍にとって、虎の子の戦車師団を受け持つ役目を与えられた。1939年、サボイア軍務勲章の士官称号を与えられた。アルバニア副総督、編集二度目の対戦で最初に命じられた任務は、ウバルドソッテュ総督のアルバニア統治を補助することだった。したがって、 その後、アルバニア軍とアルバニア中東軍が主体となり、総督のソットゥが総指揮官を務めるギリシャイタリア戦争に参加するのも自然の成り行きであった。いくつかの部隊の指揮を委ねられ、山岳地帯で防衛ラインを形成していた敵指揮官のアレクサンドロスパパゴスの軍を破って最も深くギリシャ国境に進撃することに成功した。しかし、ソットゥが必要以上に、 ギリシャ軍を侮って戦力を出し惜しんだことからギリシャ軍の増派と反撃を許しさらに英軍の参戦や冬の訪れで戦いはアルバニア国境で泥沼化していった逃亡するアルバニア兵の拘束とギリシャ軍との戦闘に追われる日々はドイツ軍の参戦まで続くことになるロシア遠征編集ムッソリーニの判断次第ではもしかすればより早い段階で 北アフリカのイタリア総攻部隊を委ねられていた可能性があった。しかし実際に下された決断はイタリアロシア派遣軍の総指揮官への任命であった。対祖戦で総攻部隊を持たないというハンデを機械化不評と騎兵士団からなる同部隊の機動力を広大な草原地帯で最大限各所でソ連軍を破るシエサー軍に ギリシャでのつまずきを見ていたドイツ軍の評価が、翻えるのに長い時間はかからなかった。ブラウ作戦を前にして、ドイツ軍は、イタリア陸軍に大規模な増派を要請し、新たに、山岳師団などが加わった、イタリア第8軍が形成されるが、その功労者たる自身は、公認のガリボルディ大将に役目を譲っていた。自身が去った後も、東部戦線のイタリア軍部隊は、活躍を見せているが、 スターリングラード工房戦後にムッソリーニの命令で解散されている。退任時にはイタリア王家はサボイア軍務勲章を司令官称号に格上げし、またドイツのアドルフ・ヒトラー総統も騎士鉄十字章を授与するなど軍港をいたわった。アフリカ戦線編集詳細は e n チュニジアキャンペーンを参照ロシアから帰還後すぐさま、 エルヴィン・ロンメル指揮下の北アフリカ軍団を再編して立ち上げられる予定であったイタリアドイツ編車軍の司令官に推薦された。一方、前線では統治作戦で BC フランス軍が連合国に寝返りアメリカ軍を主体とした連合軍がチュニジアの中心地チュニスを目指して攻勢を開始していた。ロンメルは迫り来る連合軍に対してファイド峠や、 スイディブ自動の戦いでこれを抑え込んだが、反抗作戦として行われたカセリーヌ峠の戦いとカプリ作戦は失敗に終わった。作戦に前後して体調を崩したロンメルは本国機関を希望し、前線の指揮は自身に委ねられ、同時にイタリアドイツ戦車軍はイダ一軍へ再編された。イダイ1一軍は4分の1がドイツ軍部隊から編成される。 混合部隊であったが、メッセはドイツ人とイタリア人の双方をよくまとめ、ロンベルが残した防衛計画の完成に全力を注いだ。これらはビシー政権時代に残された要塞戦マレトラインを活用するもので、メッセはカセリーヌの勝利に指揮を上げる。アメリカ軍が追撃に移るまでに要塞戦の再建を完成させた。イギリス軍はプギリスト作戦を発動して、 マレトラインに攻めかかったが、メッセ率いるイダイイ一軍に大きな苦戦を強いられ、51両の戦車が破壊された。マレトラインの戦いの後もメッセは防衛戦を構築しながら巧妙な交代戦を行い、エルグエタルの戦いで、連合軍側の戦車を50両以上破壊して、約5000名の兵士を防衛戦で殺傷した。しかし、連合軍もスピキを作戦。 バルカン作戦など攻勢を続け、徐々にチュニスへ迫り続けた。ドイツ空軍のマルティン・ハル、さらにレトリビューション作戦でカイロも封鎖されると、もはやチュニジアへの補給はおろか、脱出も絶望的となった。1943年5月6日、ついにチュニスが陥落するとメッセはこれ以上は、組織的な抵抗が不可能であると判断し、 ハンスユルゲンォン・アルニム上級大将との話し合いの上で連合軍との交渉を決定した。5月13日、本国の許可を得て、ジョージ・パットン大将、ハロルド・アレクサンダー大将ら米領軍の司令官に数軸軍の武装解除を提示、アルニム上級大将と共に連合軍によって拘束された。降伏を報告した後、国王からは軍務勲章の大司令官称号と共に、 陸軍減帥に助任された。これは、サボヤ王家による最後の減帥助任となった。連合軍にも尊敬されていたメッセは、捕虜とされず、イギリスのロンドンで、イタリア南部の王国亡命政府に加わることを承諾した。連合軍と共に、南イタリアに渡ったメッセは自由イタリア軍の参謀本部に加わり、後参謀総長として、連合軍に貢献した。 戦後の裁きを終えた後、王党派であったメッセは、共和政下での軍に戻ることはなかったが、戦後も彼を慕う人は多く軍の退役兵協会の理事長として戦後イタリアの復興に携わった。後に、会員議員及び上院議員に選出され、王政復活を主張するイタリア国家君主党に所属して、サボヤ家の名誉回復に努めた。晩年には、 第一次世界大戦での功績を称えて、共和国政府からも、吉祥号を与えられた。1968年6月11日、ローマ市の邸宅にて85歳で死去した。ありがとうございます。